ピオドラマなんですが、まず一体いつからその歴史始まったのかというのをですね、今回調べてみました。ラジオの放送開始が1925年の3月22日なんですが、その1ヶ月後にはですね、その映画のセリフのみで構成した映画セリフ劇というのが放送されたという記録残っているんですね。で、5月6月のその数ヶ月後にはラジオ劇、放送劇といったものが放送されていると、そういった記録もあるので、進藤さん、これがもういわば元祖オーディオドラマと言っていいんでしょうかね。オーディオドラマの原点と言っていいと思います。もうだから、まあ、放送の歩みと同時にこうオーディオドラマも歩んできたということだと思うんですが、ちなみに先ほどから私オーディオドラマと言っています。 NHK では比較的そのラジオドラマというよりオーディオドラマということが多いというふうに聞いているんですが、これはどういった背景があるんですか。だんだんテレビの時代になった時にですね、まあ、CD 化とかそういった、ラジオ放送だけではない、聞かれ方も、していいんじゃないかということで、このオーディオドラマという呼び方が割と呼ばれるようになっているような感じがいたします。確かに今は、まあ、それこそネットも含めて、はい、いろんな媒体でオーディオドラマというのを、ね、聞けるようになりました。で、今 NHK で放送中のオーディオドラマ、レギュラー番組でいうとNHKFM で月曜から金曜に放送している青春アドベンチャー、あと土曜日に放送している FM シアター、ラジオ第1で日曜日に放送している新日曜名作座、ラジオ第2月曜から水曜、そして土曜にも放送しているお話出てこい、こちらは子供向けの番組ですね。はい、はい、ですので毎日何らかのオーディオドラマを NHK ラジオで放送しているということなんですね。はい、早速聞いてるよというお便りもいただきました。山形県の60代本大好きさんからです。FM シアター青春アドベンチャー、青春アドベンチャー、新日曜名作座、お話出てこい聞いています。聞き逃しで何回もお話出てこいはアラームをかけて聞いています。お話出てこいは保育所など小さい人たちが聞いてくれたら楽しいのですが、というお便りいただきました。ありがとうございます。はい、やっぱりこう NHK ですごくこうしたオーディオドラマが多いというのは、それが人気ということも進藤さんあるんでしょうかね。まあそうだと大変嬉しいですね。まあ、あとね、長年のやっぱり伝統っていうか、そういったものでこう、はい、信頼していただけてるとすると、とてもありがたいことだなと思います。嬉しいですよね。すごく幅広い年齢でね。そうなんですよね。お子さんから、はい、はい、もちろん NHK ではこうしたドラマ放送してますけど、堀井さんがいらっしゃった TBS も昔からたくさんのラジオドラマ放送してますよね。そうですね、もう本当に昔からたくさん作ってるんですが、私好きな作品、カセットもこれ持ってるんですけど、熊嵐っていうね、はい、有名な作品がありまして、で、リュウチシュウさんとか高倉健さんが出てらっしゃるんですよ。でも本当にこれは音声だけで動きが見えるみたいなラジオドラマで大好きですね。で、私も流れでずっと作ってきてるんですが、はい、TBS、はい、私もプロデュースを2本ぐらい、ラジオの番組にさせていただいて、去年はジブリさんの風立ちぬという番組をやらせてもらったんですけど、これもやっぱりラジオドラマの中の音響という意味で言うと、例えばその襖を閉める音、これもなんか主人公のこう気持ちを感情を乗せた音作りだとか、戦闘機の飛び立つシーンだとか、はい、その舞い上がっていくシーンの音っていうのを全部こう手作りで作ってらして、笠松さんという音響効果、はい、ジブリでも担当された方が作ってくださって、はい、大変楽しかったですね。やっぱ作り手としても魅力のある、はい、そのオーディオドラマとか、ね、そうですよね、うん、はい、その番組を聞かれたという方からもお便りいただきました、はい、静岡県のラジオネームトントンともちゃんさんです。堀井さんが企画されたラジオドラマ風立ちぬを聞き、とても感動しました。アナウンサーは感情を込めないで原稿を読み上げる訓練をされていると思うので、ラジオドラマに出演されたアナウンサーの皆さんは苦労されたのではないかと思います。制作の裏話などを聞かせくださいということでしたが、アナウンサーも出演、あ、そうです、全員アナウンサーでありまして、はい、はい、でも演出の方はこう、なんていうの、棒読みですよね。私たちいわゆるその物語に演じるということになると、はいはい、難しさもね、あるんですけど、そうですね、はい、で割とこうさらちなので癖もないし、はい、そこからこう凹凸をつけるのは、割に
そんなに難しくはないっていうことはおっしゃっていただきますね。そうなんですね、うんうん、確かにあの本当に、まあ、役者さんのアプローチとアナウンサーのねそのアプローチまた全然違うんだろうなと思うので、そこをこううまくつけていただくのが演出家の皆さんだったりするわけですよね。ということで、その、まあ、今日は演出をされている新藤さんと、あの音響効果をされている林さんにですね、ここからまたお話を伺っていきますが、あの新藤さんは、はい、今、まあ、オーディオドラマ中心にということですが、もともとテレビドラマも作って、そうですね、テレビ。オーディオドラマの原点と言っていいと思います。もうだからまあ放送の歩みと同時にこうオーディオドラマも歩んできたということだと思うんですが、ちなみに先ほどから私オーディオドラマと言っています。 NHK では比較的そのラジオドラマというよりオーディオドラマということが多いというふうに聞いているんですが、これはどういった背景があるんですか？だんだんテレビの時代になった時にですね、まあ、CD 化とかそういった、ラジオ放送だけではない、聞かれ方も、していいんじゃないかということで、このオーディオドラマという呼び方が割と呼ばれるようになっているような感じがいたします。確かに今は、まあ、それこそネットも含めて、はい、いろんな媒体でオーディオドラマというのを、ね、聞けるようになりました。で今 NHK で放送中のオーディオドラマ、あのレギュラー番組でいうと NHK FM で月曜から金曜に放送している青春アドベンチャー、あと土曜日に放送している FM シアター、ラジオ第1で日曜日に放送している新日曜名作座、ラジオ第2月曜から水曜、そして土曜にも放送しているお話出てこい、こちらは子ども向けの番組ですね。はい、はい、ですので毎日何らかのオーディオドラマをNHK ラジオで放送しているということなんですね。はい、あの早速あの聞いてるよというお便りもいただきました。山形県の60代本大好きさんからです。FM シアター青春アドベンチャー、青春アドベンチャー、新日曜名作ザお話出てこい聞いています。聞き逃しで何回もお話出てこいはアラームをかけて聞いています。お話出てこいは保育所など小さい人たちが聞いてくれたら楽しいのですが、というお便りいただきました。いただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、やっぱりこう NHK ですごくこうしたオーディオドラマが多いというのは、それがあの人気ということも新藤さんあるんでしょうかね。まあそうだと大変嬉しいですね。まあ、あと、ね、あの長年のやっぱり伝統というかそういったものでこう、はい、あの信頼していただけているとすると、あのとてもありがたいことだなと思います。ですよね、すごく幅広い年代でね。そうなんですよね。お子さんから、はい、はい、あのもちろん NHK ではあのこうしたドラマ放送してますけど、あの堀井さんがいらっしゃった TBS も昔からたくさんのラジオドラマ放送してますよね。そうですね、もう本当に昔からたくさん作ってるんですが、私あの好きな作品カセットもこれ持ってるんですけど、はい、熊嵐っていうね、はい、あの有名な作品がありまして、であの龍一周さんとか高倉健さんが出てらっしゃるんですよ。でも本当にこれは音声だけで動きが見えるみたいなラジオドラマで大好きですね。で私もあの流れでずっと作ってきてるんですが、はい、TBS、はい、私もプロデュースを2本ぐらい、ラジオの番組にさせていただいて、去年はジブリさんの風立ちぬという番組をやらせてもらったんですけども、これもやっぱりラジオドラマの中の音響という意味で言うと、例えばそのその締める音、これもなんか主人公のこう気持ちを感情を乗せた音作りだとか、あのなんでしょう、戦闘機の飛び立つシーンだとか、はい、その舞い上がっていくシーンの音っていうのを全部こう手作りで作ってらして、笠松さんという音響効果、はい、ジブリでも担当された方が作ってくださって、はい、大変楽しかったですね。やっぱ作り手としても魅力のある、はい、そのオーディオドラマとか。そうですよね、はい、あのその番組をあの聞かれたという方からもお便りいただきました、はい、静岡県のラジオネームトントントモちゃんさんです。堀井さんが企画されたラジオドラマ風立ちぬを聞きとても感動しました。アナウンサーは感情を込めないで原稿を読み上げる訓練をされていると思うので、ラジオドラマに出演されたアナウンサーの皆さんは苦労されたのではないかと思います。制作の裏話などお聞かせくださいということでしたが、アナウンサーも出演、あ、そうです。全員アナウンサーでありまして、はいはい、でも演出の方はこうなんていうの、棒読みですよね、私たち、いわゆるその物語に演じる、はい、ということになると、はい、難しさも、ね、あるんですけど、そうですね、はい、で割とさら地なので、はい、癖もないし、なるほど、そこからこう凹凸をつけるのは、あの割にあの
そんなに難しくはないということはおっしゃっていただきましたね。そうなんですね、うんうん、確かにあの本当に、まあ、役者さんのアプローチとアナウンサーのね、そのアプローチまた全然違うんだろうなと思うので、そこをこううまくつけていただくのが演出家の皆さんだったりするわけですよね。はい、ということで、その、まあ、今日は演出をされている新藤さんと、あの音響効果をされている林さんにですね、ここからまたお話を伺っていきますが、あの新藤さんは、はい、今、まあ、オーディオドラマ中心にということですが、もともとテレビドラマも作ってらっしゃる。そうですね、テレビドラマの、スタッフ